こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はフルートの根音域3オクターブ目の F シャープ、フィスの音、ファーのシャープの音についてお話を進めてまいりたいと思います。3オクターブ目のね、ファーのシャープ。この音なんですけれどもね、これがね、出しにくいよ。どうしたら出しやすくなるの？割れやすいんだけどどうしたらいいの？っていうね、リクエストが多くありました。私なりの改善方法などを踏まえて、説明していきたいなと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。確かにこの3オクターブ目の F シャープっていうのは割れやすいし、ギャンってなったりね、出にくかったりします。まあ、そもそもその3オクターブ目高音域の、音たちっていうのはですね、低音、中音域っていうのは指がね、フィンガリング、運指が順番に、順列に従ってこう鳴っていくのに対して、この高音域3オクターブ目っていうのは左手と右手のコンビネーションが複雑になってきますよね。だからそれによってやっぱ息がちゃんと供給されているその、なんていうのかな、コツっていうかスポットっていうかな、それが安定するのにちょっと時間がかかるっていうかな。だから、フルートを長くねやられてる方はあれですけれども、まだ始めて数ヶ月とか数年っていう方にとってはやっぱり3オクターブ目の音域っていうのはかなり出しづらいと思います。で、私もフルート始めた時はそれを感じたと思う、もう忘れたけど、低音中音に比べてなんて出しづらい音域だろうって思いました。で、やっぱりそれはフィンガリング、この運指がですね、右手と左手のコンビネーションによって、出す音になってくるから、それによってその管の長さも気中も空気中も変わってきますのでね。例えばそうだな、例の音ね、これなんかは左手だけを使ってますし、人差し指は塞いでませんので、ここまで、息が入ったらね、鳴りやすい、なる運指ですので、音ですので、難しさは感じられないかなと思います。例えばじゃあ、高音に入ったこの辺まではきっと皆さんできるかなと思って、で E フラットですね、 D シャープ、これはしっかり全部を押さえないといけませんので、指があんまりふわってならないで、しっかり一気に下ろしてくださいね。一気に下ろす、一気に上げる。これが、スピードが、下ろすのと上げるスピードがね、やっぱ一定じゃないと、素早くないと、間に違う音が、音じゃないような、まあ、4分の1ぐらいの音が入ってしまいますので、こう気をつけてください。で、次がいいですよね。ミの音。これ私よく、まあ、右手の小指は離しますね。音程がどうしても高く上ずってしまいますので、離した方がキーが、結果塞がりますので、ただまあ、パッセージによってはもちろんね、早いパッセージによっては、離さない時もあるし、まあこれはケースバイケースです。まあ正しい運指は、正規の運指は、右手の小指もつきますね。まあこれも、ここまで出しにくくないかな。うん。まあここは空いてますけれどもね。じゃあ次その F ですね。これも、うん。まだマシかな。右手は人差し指なんでね。で、問題の次です。やっぱりこれが薬指に変わってしまうから、ここがね、ガサッと開いてしまうっていうことで出しにくいのかな。ちょっと。だから、F シャープに本当に不安、いつも割れちゃう、どうしたらいいの、音の立ち上がり、F シャープから始まるとか、そういう改善はですね、やっぱりその前後でロングトーンしていただくっていうことが大事になってきます。で、出しやすい音から始めて、まあ、でとか。G の音です。G の音。その音は、左手の薬指、中指、人差し指、中指、薬指、親指とまあ小指以外押さえますね。で、もちろんまあ右手は小指を押さえますけれども、ここからは下に下がってもいいと思います。これはそんなに難しくはないかなと思うんで、下に下がってロングトーン。いずれもその隣同士の音ですね。で、その隣の音でさえもあんまりいい音が作れてなかったら、そこから始める必要はなくて、ぜひ、出しやすい音っていうか、ご自身でこの音がいいなと思う音から出発して、一音一音、隣同士の音の質、音色を揃えていくっていう練習、もうロングトーンですね、がいいと思います。で、この前も何回も言ってるんですけども、動画の中とか、生配信とかでも私言ってるんですけども、ロングトーンの時は必ず、ロングトーンの時はというか、フルートを演奏する時はずっとなんですけれども、喉をしっかり、開けてですね、あくびの状態にして口の中もしっかり開けて、スペースを作って、そのいい音を作るためのね、5つのスポットありますよね。5つのスポットを確認しながら、でそれはぜひやってください。ここがやっぱり閉まってると、フィス高音のね音がすごく弱くて細くて、なんかポンと押したら倒れそうな。からしっかり喉を開けて、口の中を開けて、で、私息は下に入れてますっていう練習がいいかなと思います。だからロングトーンね、で音の良い音を作るための5つのスポットをちょっと確認していただいて、やっていただく、練習していただくのがいいんじゃないかなと思いますね。あんまりギュッとこのアンブシャーをね、引き締めてグッと力が入ってしまわないように、アンブシャーは本当に唇の形っていうのは息をね、息の束を、ガイドする役割ですので、そこまで唇のことじゃなくて、むしろその喉とか口の中のこととか、一番大事なのはお腹なんですけれども、そこをやっぱり気をつけてですね、もちろんアンブシャーとか歯と歯の間も大事なんですけれども、ご自身でいろいろ実験してみてください。例えば、口の中が狭いバージョンとか、下の倍音から出してもいいかも。息のスピード、圧力を上げていって、このお腹をしっかり支えて、家で練習するときは間違いというか、いろんなことを実験するっていうのは大事です。どうやったらその下の倍音が出ているのかっていう、じゃあどうやったらそのフィスになるのかっていう、そういうこともいろいろご自身で試行錯誤してやってみてください。フィスのね、音程のことについてもちょっとお話ししたいと思います。これはね、もう必ず高くなります。フルートの高音域3オクターブ目っていうのは全体的に高いんですけれども、だからかなりこう息の方向をね、下向きにして意識してコントロールして、演奏しなければいけないんですけれども、特にこの3オクターブフィスもよく上ずります。高くなります。ここにチューナーがあるんだけど、見えますかね、見えるか、見えるかな。今だいたいチューニングできてるんですけど、442で、これで普通に私フィス、F シャープですね、3オクターブのこれを合わせてみると、ちょっとやっぱり針が右に触れてるの見えるかな。ちょっと見にくいかよ。っし、これでどうだ。高くなるんですよ。例えばミの音、Eの音、Aの音、ちょっとやっぱり右に振ってますね。だからかなりこの息を下に向けてコントロールしても、このフィンガリングだとちょっと上ずってしまうので、例えば、曲の中でどんなテンポでどんな音かにもよるんですけれども、例えば長く伸ばしてるシーンとか、フェルマータとか、そういう時はですね、私はここ、右手の薬指じゃなくて中指を、替え指みたいにして使うこともあります。あるいは、もっと言うと、もう少し低くしたいという時は右手の小指を離す。音色もこの中指の音色の方が柔らかい音色になるかなと思います。ただ、フルートも運指 F シャープ高音域のねはこれ正しいっていうか、これですので、もちろん最初からこれだと思って練習するんじゃなくて、もちろんこっちも使えるようにしなきゃいけないし、ケースバイケースなのでこっちを使うこともあるしこっちを使うこともあるしっていうことで。同じように、ちょっと余談ですけれども、ミの音ね。ミの音も薬指を外したりします。これもすごく高くなりますので、すごい高くなるから、で、息の方向を下に向けて、右手の小指は離す、ピンキーは離すっていうのをよくやります。オーケストラプレイヤーの方なんかは、もう本当にさまざまなね運指を使って、特にその高音域の3オクターブ目の運指なんかはさまざまな、試行錯誤して運指を使ってやってると思います。私が今こう説明したのは一般的なね、音程のちょっと改善フィンガリングですけれども、それもご自身でいろいろ試行錯誤して実験みたいにしてチューナー見ながら、こうやったらこうなんだとか、この指を上げたらこの指を下げたらこうなんだとか、口の中の状態とかいろいろご自身で家だったら別にね本番じゃないからいろんなことを試せると思いますので、ぜひやってみてください。いずれにせよその F シャープ高音域3オクターブ目 F シャープだけに限らず、ちょっと音程がね上ずる。高くなっていきます。クラリネットと逆でね、フルートっていうのは高音域が高くなればなるほど音程が上がっていきますので、そこは意識して奏者側がコントロールしなきゃいけないっていうことですね。そんな感じかな。ロングトーンをね、ぜひやってみてください。確かにこの F シャープはフィスの音はギャンってなったりね、そういうことが多いと思います。3オクターブ目の音域っていうのは、初心者初級者の方にとっては少しね難易度高いかもしれないんですけど、焦らずゆっくり中音域または低音域をしっかり鳴らせてから一音一音加えて、隣同士の音の音質を揃えて5つのスポットを意識して練習してみてください。3オクターブ目のね、フィンガリング運指っていうのは、右手と左手ね、コンビネーションがややこしかったりして、なかなか指も覚えにくいと思いますので、そうだな、3オクターブ目の運指を良くするエクササイズとかもまた紹介できたらいいなと思っています。いつもご視聴いただきありがとうございます。またコメント欄いただきありがとうございます。全部見ています。お返事返せなくても見ていますので、ぜひ躊躇なくコメント欄に質問など、また感想などあれば、お声を聞かせてください。役に立ったなと思ったら高評価ボタンもよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。それではまた次回。